ニラニラいわこれが美味しい顔だな。めっちゃもちもち。わかどこでございますか。わかわか厚切り牛タン3枚切り。これこう本当分厚いよ。でっけーよっ、9時間近く結局運転したこと。皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在青森から山梨県に向かっております。下道旅2日目になります。はい、どんな感じで移動していくかルートをご説明します。はい、現在地が宮城県角田市にあります道の駅角田にいます。ここから福の蓮っていう福島県のソフトクリームがめっちゃなんかでかいやつが気になったのでそこに立ち寄って、その後猪苗代ハーブ園に行きます。でその後宇都宮みんみん、うん、宇都宮餃子を食べに行って、はい、本日の最終目的地は栃木県にあります道の駅ど真ん中田沼っていう道の駅で車中泊させていただこうと思ってます。今回は移動距離は少なめですけど途中で編集作業を入れたいと思っています。本日も安全運転で行ってまいりましょう。よろしくお願いします。丘を越え行こうよ、口笛吹きつつ。口笛吹けちゃけどじゃないよ。それでは8時45分出発します。はい、よろしくお願いします。この連までは31キロ44分かかるっていうことです。うん、この道の駅はめっちゃ綺麗だった。うん、世話になりました。お世話になりました。今日は前半ミさんの運転で行きたいと思いますが、途中からまた僕が運転変わります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。福島県に入ります。福島県に入りました。はい、さよなら宮城県。すっごい山道。福島の伊達市ですね。日本回ってたら同じ地名がいっぱい出てくるから混乱するね。まあ確かに仕方ないことではこんな山道案内してくれておりますね。あのなかなかの山道、久しぶりだよこんな細い山道。だから何回も言うけど網に運転してもらってる時の編集しようとするじゃん。山道だもんね。山道結構過酷系な山道だよ。電気とも酔いながらしないと海の山の技術がやっぱ山のカムイ、ね、そうなんですよ。私山のカムイなんですよ何だろう。あと10キロもない、7キロぐらいです。はい、これは駐車場なんだろうか。頭から見ないでしょ。すいません9時32分福の蓮に到着です。ちょっと待って、これ食べる。わお、ちょうどいい甘さ、美味しい。でかやばいやばいやばい。あ、溶けそうになったらこれ使ってって言われた。うまい。これね、ずっしりすごい。これで330円、すごい。傾いてくる。あ、やばい、溶け始めた。さすがに無理です。ひっくり返した。ああいうスイーツっぽい。うん、この金額でこのボリュームはまじすごい。どら焼きとクリブスを買いました。つい140円とかだから。うん、こうやって食べる新しいスタイル。うん、今日夜も暑かったからじゃあ涼しくなれた。この方見ていたら周辺は40度超えがあったらしくて、めちゃくちゃ暑い場所らしい。それでこのソフトクリームを始めたっておっしゃってました。ディップスタイル。ソフトクリームでこのお腹いっぱいになる。うん、ない、普通ない。ごちそうさまでした。2人で食べたのにお腹いっぱいになった。いや、そんなにいただけないです。申し訳ないです、こちらが。あ、ありますけど。すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません。こちらがお世話になって。10時3分、服の連鎖を出ました。お店の方にすごくご親切にしていただいて、こちらがお世話になったので、何か差し入れをいただきました。めっちゃ優しい方です。めちゃめちゃ温かい、なんかご家族で経営されてるのかわかんないけど、うん、めっちゃ温かい感じで、福島弁っていうのかな、そうやね、その感じがすごく良かったです。いろいろ教えていただいて、この近くに、デマサムネが一番最初に戦いに行った時に祈願した神社っていうのがあるっていうふうに教えていただいたので、せっかくだからすぐ近くにあるので、そちらも寄って次の地に向かいたいと思います。柳川八幡宮というところに行きます。10時9分、柳川八幡宮に到着しました。一旦行ってきます。Never got the girl, oh no, no, no Didn't even care to try Cause even if I did, she'd play me I didn't wanna be that guy I don't know why that shit meant so much to me at 17 Was always trying to be somebody Anybody else but me If I'm honest, I can barely recall half their names Cause who you are inside those hallways Only matters till you graduate Damn, I'm glad I didn't peak in high school Cause my best days will be in the past すごく雰囲気のある場所だった。うん、建物も古くて本当に伊達政宗が訪れた感じがしました、うん、陣を率いてこうできてそうな、うん、来たのかもしれないけど、御朱印はここじゃなくて別のちょっと行ったところにあるみたいなので、そちらでもらってから次の地に向かいたいと思います。めご姫、俺の嫁になれ。わらわはめご姫、私は誰のものにもならない唯一無二の存在。めご姫、俺の嫁になれ。私はめご姫、私は誰のものにもならない唯一無二の存在。八幡宮の御朱印をいただきました。ここが天満宮らしくて、3箇所の御朱印をこちらでいただくことができるそうです。次の目的地に向かいます。パンフレットもいただきました。ちょっと勉強しようと思います。現在時刻10時37分です。これから1時間44分かけて猪苗代ハーブ園に向かいたいと思います。ここはコキアがね、綺麗なんだけど、まだコキアは咲いてなくて、緑のモフモフを見に行くのと、なんか綺麗なね、写真スポットみたいな感じのとこがある場所だったから、できます。運転は一旦お願いします。はい、任せてください。なんとか抜けました。キジやサルに出会ったね。本当だ、桃太郎じゃん。めちゃめちゃ桃太郎ラインナップだったね。犬連れてこなきゃ。団子はこしらえてるか、桃太郎。岡山までちょっと行ってから買ってくる。やめて。トイレに行きたくなったんだ。追いかけ。トイレ行きたいな。やめ。やだ。すごくやだ。トイレ休憩挟みます。一旦おトイレ休憩。福島県福島市の道の土湯。1時53分、トイレ休憩です。福のれんで買ったマロンの伏せとどら焼きを食べます。ここすごく涼しい、高台にあるからだと思うんだけど、土湯温泉っていう温泉が有名な場所みたいです。わあ、美味しそう。ボロッチマロンが入っている。しっとりしてそう。ほら、ほら。本当だ。このどら焼きが美味しい。いや、黒糖なんだね。そして、珍しい。こう、あんが塩強めか。しっとりしてる。美味しい。これですよね、今からの季節。あんが甘くて美味しい。俺の季節がやってきた。そうだね、好きだもんね。本当だ、塩加減がすごい。美味しい。めっちゃしっかり栗入ってるね。ああ、私このどら焼き好きです。蒸しパンみたい。なんか周りが。では再出発いたします。はい、お願いします。平成ポップ流してると、懐かしい曲と、自分たちも覚えてるから歌えるよね。うん。
小学校からまあ中学校ぐらいのウォークマンとか、入れて聴くような感じのやつ、iPod に入れてた、残らぬ曲だから結構テンションが上がっております。ホテルのところにある。そびえ立ってるね、ホテル。涼しそう。でも気温29度。暑いよ。あ、景色がいいね。めっちゃ綺麗なところ。怖い目の前が綺麗。13時9分。はい、猪苗代ハーブ園に到着しました。ちょっと休憩がてら癒されに行ってきます。はい。このパワハメめっちゃ小顔になれるからおすすめ。頑張ろう。なんだこれは。現れたのは顔死んでるな。バカ気なしだな。テレザ、エンジョイ。初めて見たこの花。ジュニアは初めて。ポピーみたいな見た目だけど違うね。ポピーもちろん細いし、ね、そんな葉っぱついてないし。綺麗、かわいい、なんか花話。想像してるよりもコキアってふわふわしてるんだね。家にあったらかわいいだろうね。あ、いた。そうだよ、これトトロの出てくるやつ、ちっちゃいやつ、トトロの。かわいい。かわいいよね。今は緑、でも色づいてきたらこれが赤くなるんだよ。赤いやつもかわいいだろうけど、この色でも十分かわいい。ね、かわいいよね。今しか見れないからと思って。いいね、トトロとハートの形。赤くなったらめっちゃハートやね。どうやったらこんな形になるんだろうか。だったら、あなたトトロっていうのね。ちょっと似てる。発音似てて。かわいい、揺れてる、プルプルしてる。かわいい。うまく作れるかこれ。できるでしょ。ひつしみたいな。ところどころにあるけどね、この木で作った動物がすごい。ほら、あなたの好きなハウルの動き、城の株だよ。上手。早く魔法をかけて。いつまでかかしで動きなの。あれ、なんで溶けるんだっけ。チューしてくれたら溶けるよ。株がプルルルルって。そっか。ソフィー。ソフィーじゃない。ソフィーキスして。嫌だ。絶対したくない。ちょっと時間をだいぶゆっくりしすぎてしまいましたが、2時18分出発します。はい、料金は大人1人450円で楽しめました。今花がいろいろ入れ替わりみたいな感じだから、入れない花の時もあるだろうけど、キアが見れたので私は大満足です。これから約26キロ、自分たちがアピュアで水を入れてるので、関東地方にアピュアがないってことで福島県で入れてから栃木県に向かっていきます。宇都宮餃子は夜ご飯になりそうですね。そうだね、本当だったら3時ぐらいに行きたかったんだけど、
オーバーにオーバーを重ねて歌は早く出たんですけれども、うん、まあ、こういうもんですね。それも良きかな。15時9分、これから宇都宮みんみん本店に向かって行きますが、140キロぐらいあって約3時間ぐらいかかるってことなので、気合入れて行きましょう。もう少し網に運転してもらって途中で変わります。気合入れて運転してまいります。だよ、ね、とっても疲れた。今すぐ交代してほしい。俺もすぐ編集交代してほしい。車酔いがやばい。トンネルを抜けると、そこに埋まっているのは栃木県日光市。やってまいりました、栃木県日光市。日光東照宮ですね。やっぱ栃木県といえば、キャリーパミ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 、キャリーパミパミ。現在時刻17時33分です。遠回りして宇都宮ではなく日光市街地の方に来ました。アップロードを終えてからまた出発したいと思います。餃子屋さん閉まっちゃうよ。間に合わせたいな、なんとか。18時19分、マクドナルドに行って YouTube のアップロードなどを行っておりまして、はい、今から宇都宮餃子みんみん本店に向かっていきたいと思うんだけど、うん、残念ながらですね、ネット情報によると8時に閉まるというような情報になってたので、もうそこの場所で食べるっていうのことはせずに、ちょっともう注文して持ち帰り、電話でもしてみるか。とりあえずみんみんさんに連絡を取ったら、ラストオーダーが8時になってるんだけど、8時にはもう売り切れちゃって終わってる場合があるから、8時より前にも終了してるって可能性がありますって言われたので、はい、お持ち帰りを注文して1人前6個からってことで、とりあえず2人前を注文しました。ありがとうございます。7時11分、宇都宮市内まで来まして、宇都宮餃子の間近くなんですが、宮パーキングってところだったらなんか無料時間があるらしく、店の真正面の宮パーキングだったらお食事の方が1時間無料です。この通りいらっしゃい。あ、これじゃん。で、そうそう、これでも お土産の方は20分とか言ってたぞ。あ、うわ、めっちゃ並んでいるね。並んでるね。お店の中もめっちゃいっぱいいるわ。お土産20分無料、乗車券をご持参くださいって書いてあります。何に人気なの、月曜日なのに。すごいね、7時15分に持ち帰り予約してるので一旦取ってきます。それでは宇都宮餃子はみんみんさんの餃子をいただいていきます、はい、いただきます。なんかいっぱい並んでるのに、うん、こう一番で帰ってこれるの優越感。電話でよかったですね。うん、電話でよかった。やっぱ今からテイクアウトだとちょっと時間かかりますね、うん、待っててくださいって感じだったから。2人前が12個、1人前6個計算みたいです。うん、これで600円。安いよね。安いと思った。うわ、美味しそう。いただきます。いただきます。わあ、羽がしっかりついてる。不作だ。いただきます。うん、すげえ、すごい。うまー。美味しいね。美味しい。外サクサクの種がついてて。うん、これは1500円のやつでも多分いい食べれるわ。音注文すればよかったね。
って思った。すぐ近くのね、お材さんも食べたいっちゃ食べたいよね。まさしだったかな、うん、本当にもう隣り合わせになってるようなところが、昼までしか空いてなくて、そこが美味しい。うん、これうまい。しっかり一個の大きさもあるし、大きいね、本当に。うん、皮がしっかりしてる。うん、あっさり系の餃子に近いね。あ、そうだね、うん、宮崎の真渡りとかとはまた全然違うね。うん、高鍋餃子とかね。うん、美味しい。あっさり食べやすいわ。うん、お具がしっかりほんと入ってる。ちょっとさすがに今日これだけじゃ足りないから、どっかで追加で食べないとね。実際注文してなかったらもう受付終わってたから。奥か、うん、うん、よかった。いろいろまた食べ比べしに来るのが楽しみになったな。餃子好きだもんね、二、うん、人と餃子好き。もうちょっと食べたかったね。美味しかった。美味しかったね、うん、これ美味しかったと思う、うん、本当に。そうだったら今日3時ぐらい食べ比べをしてるっていうプランだったんだけど、予定そう崩れでしたけど。いや、食べられてよかったじゃん。うん、結果的に美味しく食べられたから成功じゃない、うん、成功。飼料金もかからないところがすごくありがたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。今宇都宮市内で道の駅に向かいたいんですが、僕たち4日分の洗濯物が溜まってまして、洗濯をコインランドリーでしたりとか、もう少しちょっと夜ご飯を食べたいなと思ってスーパーに寄りたいと思いますので、いろいろ終わってからまた皆さんとお会いしたいと思います。それでは一旦失礼します。失礼します。現在時刻22時45分です。コインランドリーを終えてガソリンももうあと一目盛りしかなくなったので、入れてから道の駅に向かいたいと思います。148円って書いてなかった、うん、ただスロットで安くなるみたいなやつからちょっと試してみる。残念ながらガソリンはスロット5等で1円引きということで147円で入れてきました。なんだよ、当初の予定とは変更して、もう時間盤にしまして、明日ちょっとプラスで移動距離が長くなるという感じなので、着いたらもうまた寝る準備を過ごして寝たいんだけどね。今日も暑そう。28度ありますね。暑いです。本日の車中泊地、道の駅みぶに到着いたしました。みぶ、うん、何これ、シルバニアファミリーがいっぱい貼ってあるよ。マジ好きだったっけ、シルバニア、うん、シルバニアファミリー。私は好きじゃない。空いてるね、今日。スイちゃんだけに。スイちゃんだけに。それでは23時5分、2日目の移動が終了いたしました。お疲れ様です。お疲れ様でした。それでは2日目の日程が終了いたしました。はい、もう12時を回っちゃったところなんですけども、うん、今日の走行距離は約300キロということになります。300キロ。昨日より100キロ少ないぐらいだけど、体感めっちゃ走ったよ。うん、走ったけどね、山道が多かったね。山道多かった、めちゃくちゃ多かった。くねくねばっかりだったし、うん、そこは大変だったかなと思います、うん。まあ、今回は寄り道したポイントで結構ゆっくりめに過ごすことができたので、うん、気分転換にもなったし、美味しい宇都宮餃子もしっかり食べられたから、よしとしていいかなと思います。うん、朝一のだいぶジャンボのソフトクリームがインパクト強かったし、すごくね、お店の方もいい人だったし、気分よくほんとスタートして、なんとか栃木県の下の方まで来れたからよかったかなと思います。夜ご飯まで全然食べなかったかっていうとそうじゃなくて、いただいた差し入れを少しずつ食べながら移動していたので、うん、なんとかお腹も持つことができました。この道の駅もなかなか面白そうだったので、明日の朝少し道の駅自体を探索してから出発したいと思いますので。はい、いよいよ明日で最終日となります、うん。まあ、ちょっと車内が今29度あって、外も、うん、まあ、外はちょっと涼しいけど寝苦しい夜になりそうなんですが、うん、またしっかり休んで明日に備えたいと思います、うん。はい、私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。よし、山梨まで行くぞー。危ないクルスをつくぞー。ローストラーメン忘れてた。最高。考えた人すごい。天才。辛味噌をちょっと足してみようと思います。
味変。うん。一味とかとはまた違う。あなた、カブ頭のカブっていうのね。なぜコラボさせてんの？置いてかないで、君の中に桜。そこ桜なんかい。